フランク人、フランク人、またはフランク族、フランク族は、ローマ帝国時代後期から記録に登場するゲルマン人の部族である。一般的にサリー族とラインフランク族に大別される。前者は西ヨーロッパにおいてフランク王国を建国したことで知られる。フランクという名前は、西暦三世紀半ばに初めて資料に登場する。記録に残るフランク、 フランケス、または、フランシーという言葉の最も古い王礼は二百四十一年頃の歴史的事実を踏まえたとされるローマ行歌においてで、あり、これは四世紀に書かれた皇帝列伝に収録されて、現代に伝わっている。ローマ人は、ライン、川中流域に居住する、ゲルマン人たちを一括して、フランク人と呼んでいた。フランク、フランケス、フランシーの語義は、 勇敢な人々、大胆な人々、あるいは荒々しい、武けしい、恐ろしい人々という意味であるとされている。西ヨーロッパ全域を支配する王国を建設したことから、東方の東ローマ帝国やイスラム諸国では、西ヨーロッパ人全般を指す言葉として用いられたこともある。十字軍研究の分野では、現代の学者たちもレバント十字軍国家を指して、 フランク国家と表現したり、移住したヨーロッパ人全般を指して、フランク人という用語を用いる場合がある。フランク人の起源についての情報は乏しい。ゲルマン人の一派であるゴート人の起源については、ゴート人の歴史家ヨルダネスが起源史と言うべき、ゴート氏とオリギネアクタベスクェジェテラムを残し、ランゴバルド人についてはやはり、ランゴバルド人のパウルス・ディアコヌスによる、 ランゴバルドの歴史、イストリア・ラングバードーレム等によってその起源が語られていい。それに対しフランク人は、蒸気のような部族の起源を語る歴史記述者を出さなかった。唯一、トゥールのグレゴリウスは、フランク人は、パンノニアから出て、トリンギア、サンジイア、チューリンゲンに移住し、この地で他に必死で高貴な家柄の者のとして、長髪の王を衰退したという伝承を残している。 このパンノニア起源伝承については歴史家の間で数多くの議論を巻き聞こている。また、11世紀後半にケルン、またはジークブルクの無名の修道士が綴ったアンノの歌は天地創造から始まる、その叙述の中でフランク人の起源についての伝説を記録している。それによれば、ガリア戦記で語られるユリウスカイサルのガリア征服は実際には、 ドイツ地方の征服であるとされ、その際カエサルに征服された四つの集団の一つとして、高気なる、フランク人古高チドイツ語、フランキーン・ディン・エドリンが挙げられている。そして、カエサル、イコールローマ人とフランク人は元来親族関係にあり、その共通の祖先は、キリシア人がトロイアを滅ぼした時に、そっちからイタリアに移住した、トロイア人であると伝えられる。 そのトロイア人の指導者たちのうち、アエネースに引きられた一団がローマを建設し、フランコ、フランコという指導者に引きられた団が、ライン下半に小トロイアを建設し、フランク人が誕生したのだという。この伝説は、史実からは、かけ離れた虚構な物語であり、今日の歴史学的見地からは、史料的価値を見出すことはできない。だが、フランス王は、 フランク人の唯一の正当な後継者であることを自認しいたため、王家であるカペー家の系譜を、フランク人トロヤ紀元説に基づきトロヤ人の英雄たちと接続した。そして神聖ローマ帝国にあっては、ドイツ地方とローマ帝国の歴史的同一性の根拠とみなされた。このため、この伝説は、フランス、ドイツ民族意識の確立過程や定見イデオロギーに重大な影響を与えた。 今日定説として通用している説は、元来フランク人はまとまりを持った性格を持つ部族ではなく、3世紀半ばにライン側右岸に居住していたイスタエワオネスソガミを祖先とみなす複数の部族、ブルクテリー族、サリー族などの部族が結集した政治的同盟として成立したとするものである。フランク人は、紀元前1世紀のガリア戦期や1世紀の ゲルマニアに記録されたような他の古いゲルマン人諸部族と違い三世紀半ばになってから歴史上に現れる。しかもローマ人が用いる他のゲルマニアの民族、部族名が特定の集団を指したのに対しフランク人はライン川とベーザー川の間の地域に居住した複数の部族の総称として用いられた。289年にカマーウィー族が307年に ブルクテリー族が306年から315年にはカットゥアリー族が357年にサリー族がそして364年から375年頃にかけてはアムシバリー族とがローマ側の資料においてフランク人と呼ばれている。これはあくまでもローマ人のハッタレッテルであり、実際にこれらの部族がフランク人という共族意識を持っていたかは不明である。 アメリカの歴史学者は、ある集団が置かれた政治的状況が、中世初期の部族アイデンティティの形成に重要であったことを指摘しており、フランク族においても同様のことが言えるかもしれない。3、4世紀のフランク人たちが共通の言語、宗族、風族を持っていたかは不明であるが、一般に古代末期から中世初期にかけてのゲルマン人は神を部族への帰属を、 示す指標としたことが知られおり、少なくとも五世紀には、フランク人たちも共通する髪型によって、貴族を示していた。フランク人の王族は長髪を切らずにたなびかせ、王権の象徴とした一方、一般戦士の男性は、青年期に達した時、最初の断髪によって後頭部を反り上げた。フランク人は最初期の記録において、ローマ帝国の敵として現れる。彼らはすでに、 ローマ化されていたガリアに3世紀頃侵入した。しかし、フランク人とローマの敵対関係は、ローマの司令官ユリアヌスと関係を持ったことで、大きな転換点を迎えた。フランク人のサリー族はユリアヌスによって358年に、ブラバント北部のへの移住を認められ、国境警備の任に当たるようになった。この時から、サリー族は、ローマの補助軍に組み込まれ、 フランク族特有の武器と戦術を備えた部隊ヌメリを形成した。三百六十一年にユリアヌスがローマ皇帝に即位した後もサリー・フランク人は彼の指揮下でローマ軍として戦い、軍役が終了した後にはガリアで退役兵として土地の割り当てを受けた。彼らはロワール川からセーヌ川に至る地域に定住し、その生活様式は現地人と同化していった。 また、ローマ軍としての勤務は、サリー族の支配層が、ローマ帝国の組織内において栄達していくきっかけとなった。部族の指導的家系の出身と考えられる、メロバウデスは377年と382年に、西ローマミカドの執政官、コンスル職に就任した。これは皇族でない者としては、未曾有のことであった。また、380年には、 グラティアヌスミカドによって、フランク人のフラウィウス・バウトが軍司令官に任命され、その五年後には、執政官、コンスルに就任した。バウトの老いにあたるは、フランク人の王、という称号を帯びた最初の人物であり、という、フランク人は、ローマ軍の将軍を務めた後、フランク人の王になり三百七十八年のアルマン族との戦いを勝利に導いたとされる。 バウトの娘は395年に東の皇帝、アルカディウスの日となり、後の皇帝テオドシウス二世を生んでいる。このように四世紀後半にはほぼ一世代にわたり、ローマ帝国内でフランク人出身者が目覚ましい躍進を遂げた。四世紀後半のフランク人の躍進は、しかし、フランク部族の統合を意味するものではなかった。百八十年頃、ラインフランク人、 ディップアリー・フランク人たちは、という三人の指導者のもと、ライン川を越えて、ローマ領に侵入し周辺を荒らし回った。やはりフランク人であり、帝国に仕えていたは、皇帝、ヴァレンティニアヌス・二世に、これらのライン・フランク人の首長たちが、略奪品の返還と首謀者の引き渡しに応じなければ、ライン・フランク人を殲滅すべきであると進言したと、伝えられている。ヴァレンティアヌス・二世は、 人質の引き渡し交渉が開始されただけで満足。したが、バレンティアンヌス二世の死後、区別のエウニニウスミカドを衰退したアルボガストは、ラインフランク人に対して、規模な軍事行動を起こし、このフランク人の王たちを沈部した。その後アルボガストは、テオド州水星との戦いに敗れ、自決に追い込まれた。これを契機に、ローマ中央政界における、フランク人の進出は体調に向かい、変わって、 ゴート人たちがその権勢を拡大していくこととなった。上述の通り音世期末の段階では、フランク人には確立した王権はなく、数多くの集団が少量的統率者のもとで拡挙していたと考えられる。トゥールのグレゴリウスが引用するスルキピウス・アレキサンデルの歴史書は、このフランク人の支配者について、最初の王の名前を挙げることなく、彼らが太抗、 デュカスを有していたと表現している。このことは四世紀末の段階で、フランク人の下では確立した王政が未だ存在せず、古来からのゲルマン人に見られた太鼓たちによる連合体が取られていたことを示唆している。また、グレゴリウスはこの時代のフランク人の支配者を王の元き者、リゲイルズ、または、小王、サブレガヤリーズと表現し、王、レックスとして扱わない。 トゥールのグレゴリウスは、フランク人がパンノニアから出たとし、はじめライン川沿岸に定着した後、ライン川を越えて、トリンギア、サンジーアに移り、その地でパグス、ペイグスとキビタス、キビタスごとに高貴な家柄のものとして、長髪の王を衰退したと記す。それに続けて、フランク人リコメールの息子をはじめて、明確に、フランク人の王、レックス・フランクオラムとして言及している。 続けて、高貴なる、フランク人が、やはり王であったと伝え、彼の家系からメロビク、メロビクス王が出て、その子キルデリク一世と、孫クロビス一世により、フランク王国、メロビング朝が成立した過程を記録している。このフランク人の王権確立、メロビング家の権威の確立の過程については、資料制約によりはっきりしたことは分かっていない。ただ、 クロビス一世の時代にはすでにメロビング家の出身者だけが王となれることが彼の部族では自明のこととなっていた。しかし、5世紀の段階においても、未だフランク人の部族形成は終了していなかったと見られる。ニセフレデガリウス年代記が伝えるところによれば、メロビックは、ワタツミネプチューンの獣の姿で現れた、クロディオ王とその妻の間の息子であるとされるが、この説話は、 白牛に変身したゼウスとフェニキアの王女エウロペーの伝承に影響を受けたもの出ることは明らかである。このことからわかるのは、キルデリク一世とクロビス一世の時代から数世代、遡っただけで、羊伝承が神話の世界に入ってしまうほどに、フランク王権の生成は新しい出来事であったということである。5世紀末、このサリー・フランクのクロビス一世がべてのフランク勢力を統一して、 フランク王国を建設し、キリスト教に改修した。以降、フランク人は、イベリア半島、ブリテン島、イタリア半島南部、ブルターニ半島を除く、西ヨーロッパ全域を支配する王国を打ち立てていく。フランク王国の建設は、一般に人工史において、フランク人の植民と呼ばれる出来事を伴っていた。いわゆる民族移動時代に、 ローマ領へ移住した他のゲルマン諸部族と比較した際のフランク人の銅の特徴はその移動距離が短くライン側とベーザー側の間にあった本来の居住地とのつながりを維持していた点である学者の中にはこれが他のゲルマン諸王国に比べフランク王国が協力あった理由の一つであるとみなすものもいるクロビス一世による北部ガリア制圧と並行して かなりの数の農民が征服地に移住した。しかし、実際にどの程度の規模でどの範囲に移住が行われたのかを明確に確定することは困難である。地名学と考古学による分析によれば、フランク人の定住密度はセーヌ川までが中心であり、セーヌ川とロワール川の間の地域では少数であった。ロワール川へ南、南部、ガリアへは支配者として赴任したもの以外、 ほぼ移住は行われなかったと考えられる。移住が集中したガリア北部においても、現地のカロローマ人に比べ、そう、の人口は約4分の1余りであったと考えられている。メロビング朝によって、ガリア全域の支配を得た、フランク王国は、768年のピッピン三世の即以来、カロリング朝の王家によって支配されるようになった。このカロリング朝のオーカール一世、 大抵は西ヨーロッパ全域を征服し、800年にはローマ皇帝位を獲得した。フランク王国の支配層には建国当初よりガロローマ人の貴族や西ゴート人、アレマン人、ブルグント人、バイエルン人の貴族が加わり、特にガロローマ人たちは教会内部で支配的役割を負った。また、これらの諸民族、部族はフランク王権に服属したものの、 それぞれ固有の言語、法律、習俗を維持していた。フランク人の法律とローマ帝国に起源を持つ国家法は全土に適用れたが、実態としては王国の部分ごとに実効性に大きな差異があった。しかし、全体としては王国の名称、フランク人の王国、ベガナブ・フランクオラムからも、国王の称号、フランク人の王、レックス・フランクオラムからも、 この王国がフランク人という一部族に依拠する支配団体であることは明確に示されている。フランク人自体も様々な身分と階層に分かれていたが、総体として彼らは国家法の意味での王国の担い手とみなされ、格別の部族意識、帝国意識が生み出された。ドイツの歴史学者はカロリング長期に貴族層のトップを構成し、 国王や一部の高位聖職者と並んで帝国政治に決定的役割を担ったエィート貴族階層を帝国貴族層、ライカイザー・スタクレイティと名付け分析を行った。それによれば8世紀から10世紀にかけて資料から抽出される帝国貴族層42カモン111人のうち6割以上をフランク人が占めていたとしている。 広大な王国の東西に居住するフランク人たちは多様な言語環境に置かれていた。ガリア地方においてはガロローマ人たちがローマ帝国以来のラテン語を使用していたが時とともに古代の発音文法規範から離れつつあった俗ラテン語文章語であり神への祈りの言語でもあったラテン語の乱れを正すべくカール一世と取り巻きの学者たちは カロリングルサンスと呼ばれる文化的潮流の中で正しいラテン語の制定を試みた。この正しいラテン語の制定は正しくないラテン語、俗ラテン語がラテン語の編集、俗ラテン語ではなく別種言語と定義されるきっかけとなった。中世ラテン語の確立の後、ラテン語からこれらの他の風のラテン語への翻訳が問題となるようになり、ここを ロマンス語とラテン語の分岐点とする考え方が、ラテン語学者やロマンス語学者によって概ね認められている。北部ガリアのフランク人たちは、現地のカロローマ人の言語を取り入れ、ロマンス語を日常の言語として使用するようになっていった。この製法のフランク人は9世紀半ばにはまだ、フランク語を理解できたが、すでに相当程度ロマンス語化していたと考えられる。 一方で東方のフランク人たちは古来からのフランク語、ゲルマン語を辞し、これは文章語としてのラテン語と並び、支配階級の言語として王国の共通語として通用していた。こうした状況は842年にストラスブールでルートビヒ2世とシャルル2世が行った同盟の訳、ストラスブールの制約に端的に現れている。この約はルートヒ2世とシャルル2世が 同じ内容、互いの言語で反復し、制約を行うという形式が取られた。フランク王国は843年のベルダン条約によって、東フランク王国、西フランク王国、中フランク王国の3つに分裂した。右与曲折を経て、870年のメルセン条約により、中フランク王国の領土のうち、イタリア以外の領域が東西両王,王国に分割され、 その後、カール三世、ヒマン王による、わずかな期間を除き、永久に統合されなかった。このことは、それぞれの王国に住む、フランク人たち、さらにイタリア、ランゴバルドや、東ローマ帝国における、フランク人概念に、大きな影響を与えた。当在どちらの王国も、自らこそが、フランク的伝統の正当な継承者であることを、自認していたため、 両国の歴史序実家や初期たちは、自己の側をフランクであるとし、相手側を非フランク的な名称で筆記した。西、フランクの反感性の師書といえる、サンベルタン変年史では、東フランク王ルートビヒ2世を、ゲルマン人のオーレックス・ジャーマノーラム、または、ゲルマーニアのオーレックス・ジャーマニーと呼び、フランク王とは呼ばない。一方、東フランク側の、 フルガヘ年ネもまた、西フランク王国をガリアガールリア、シャルルの王国レガナムカーリーと呼称し、フランクの名は東側に限定して使用された。西フランク王国では、伝統的王家であるカロリング家が多いを、名目的にせを継承していたのに対し、東フランクでは九百十一年にカロリング朝が断絶し、非カロリング家のコンラート一世が、さらに九百十九年には非フランク人、 ザクセンジーであるハインリヒ一世が即位した。こうしたことにも影響され、西フランク側の政党意識は10世紀に入るとますま、明瞭になり、西フランクのランス大司教座参事会員、フロドアールは、フランクと名の付くあらゆる概念を、西にのみ結びつける。例えば、フランク王、フランク王国、フランキアという用語は、自動的に西フランクのことであった一方で、 東フランク王は、ライン側の向こう側の国王、トラリナンシスレックスあるいは単に、ライン側の向こうのトラヘンシスとのみ故障している。ただし現実的には、西フランク側の、こうした姿勢は、東フランク側の武力によって、上方を迫られ、921年の和平において、双方が、西フランク王、レックスフランクオラムオクシデントリアム、 東フランク王、レックス・フランクオラム・オリエントリアムであることを承認することを余儀なくされた。さらに中、フランク王国の一部であった、ロートリンゲン地方においても、自らを正当のフランク人であるとみなすという観念が生じており、東フランク王をフランク・ロートリンゲン人とゲルン・人の国王と呼び、ロートリンゲン人のみをフランクたる存在と認識しようとしていることを示す。 企作著書が現存している。他方で、フランク概念の外にある、イタリア、ランゴバルドでは、フランク人、フランシーという語は、多義性を帯びるようになった。クレモナ司教リュートプランドが10世紀後半に残した、記録の一つでは、フランシーは、ロマンス語、K フランク人、ドイツ語、K フランク人の二つに大別される。リュートプランドは、前者を、単に、 フランシーと呼ぶ一方、後者をフランシー・トゥーターニスイと呼び、このドイツ語、K フランク人、フランシー・トゥーターニスイを、バイエルン人やザクセン人など、東フランク内の他の民族と同列に扱っている。また、同じくリュートプランドのによれば、東ローマ、ビザンツ皇帝ニケフォロス・二世フォーカスは、フランク人フランシーという用語によって、ラテン人、ロマンス語、K フランク人、 ラティーニ、ドイツ人、ドイツ語、系フランク人トゥーティニッツの双方を認識していたと述べられており、後世の要望における、抗議のフランク人マイナス代、フランク王国の住民西欧人一般を指す、要望の源流がここに見られる。なお、同書において、リュートプランド自身は、フランシーを常に、競議のフラン人、フランケン地方のフランク人マイナスの意味で用いており、外国人から見て、 フランクという用語が指す実態が、もはやただ一つではなかったことを示している。東フランク王国では、ザックセンジン、ハインリヒ一世の即位を通じて、ザックセンジンが国政の中枢に入り込むとともに、東フランク王国の領域を、比較的安定的に統治することに成功した。この王国の基本的な枠組みは、その後数世紀にわたり存続しその住民は徐々に、 共通の単一国家への帰属意識を醸成していった。そして彼らは最終的にフランク人、ザックセン人、バイエルン人、シュバーベン人などの要素を包括してドイツ人と多少され、さらには自称するようになり、近代のドイツ人の形成へとつながっていく。一方の西フランク王国では、その後もフランクの名がそのまま継承された。 西フランク王国の領域にある国家の現代の国名フランス。フランスはフランクの発音が変化したものである。カペエアサ以降の王家はフランス人の王レックス・フランク・オラムを称号とした。この語はそのままフランク人の王と訳すことも可能であり、どの時点においてフランクがフランスになったとみなせるのかは必ずしも明瞭ではない。現代の言語学的文脈では 初期のフランク人たちが使用していた言語は、コフランク語、または、コフランケン語など様々な名称で呼ばれ、西暦600年から700年の間頃の第二次、死因推移が起き以前の西ゲルマン語の方言を指す。第二次死因推移の後、フランク語の方言は、複数の言語へと分岐していった。現代のオランダ語につながるであろう、第二次死因推移の影響を受けなかった、フランク語方言と、 様々な程度に影響を受け、大きな高知ドイツ語のグループの一部となった他の、すべての方言とである。この第二次シーンスイの影響を受けた言語と、受けていない言語を識別するための用語として、コーランダ語、固定フランク語、オールドローフランコニアンという用語が使用される。ただし、と、コフランク語の間の違いは、ほとんどない。言語学者の川崎康氏は、 オランダ語圏においては、コーランダ語が、ドイツ語方言学の立場からは、固定フランク語という用語が普通に使用されるが、現代のドイツオランダ国境地域の言語を指し示せ、用語として必ずしも適切ではないと指摘している。より中立的な名称は、低ライン方言であると考えられるが、この名称も、学術用語として普及しているとは言い難いという。そして、現在においては、ライン側異性。 ベンラー対戦、ベンラザーリニー国のゲルマン語圏の言語を、低フランク語とみなすのが最も妥当な捉え方であると、する。フランク語はのような、当時のフライク領から発見された、わずかなお除き、直接記録されていない。しかし、かなりの数のコフランク語の単語が、コフランス語の初期ゲルマン語からの借用語の調査、そして同様に、オランダ語との比較再構成によって復元されている。 フランク語は現代の西ヨーロッパの言語に少なからぬ影響を与えており、例えば英語のアルファベット表記にはフランク語の影響が見られる。また、フランス語における影響は重大であり、四つの基本的な方角の名称、北、ノー、南、州度、東、え、西、ウェストを含む多数の単語がフランク語から借用されて残っている。特に色彩感覚については、 フランク語、ゲルマン語の影響によって、完全に刷新された。例えば古いラテン語では白を表すごとしてアルバス、くすんだ白、キャンデダス、鮮やかな白があったが、ゲルマン語のブランク、白の影響でフランス語ではブラン、白のみとなった。同じくラテン語では、カーリアス、コンペキの青、サイアニアス、濃い青、カイシャス、青い灰色、緑がかった青、緑、灰色、グラウクス、 緑と薄い青の間、明るい灰色、バイオラッチアス、紫がかった青のように表現されていた色相は、ブリュー、青とグリス、灰色に統合された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。